皆さん、こんにちは。光のネットワーク改変態プロジェクトナビゲーター由美子です。闇の勢力の息のかかった SNS は、言論統制、メディアは、偽情報を発信しています。現在の世界は、一部の支配層だけが渡航する詐欺的なシステムが完成しています。そんな詐欺的な銀行システムを改革していかなければなりません。それを行うには、DS を一掃する必要があります。今回は、2024年から2027年の大変革、タイムラインの流れ、弥勒の世、黄金時代の到来について、話していきます。今、行われている人類削減は、仏教に帰依しない、仏教に帰依できない、あなた方を削除するために行われているのです。それでは早速始めていきましょう。2024年から2027年についてお話しします。地球では、どんな変化が起きていくでしょう。私たちは、すでに、AAA のライオンズゲートという巨大なポータルを通過しました。5次元システムが地球が起動しぬです。人類がアセンションする準備が整った時のためにイエスが設定したキリスト意識のグリッドが現在水面下で振動しています。今やたくさんの人々がそのグリッドから力を引き出せていますが、グリッドに力を送る人々も増えていて、5次元システムが作用するのに十分な強さを備えてきています。2024年の9月と10月は移行の時期になるでしょう。今、地球が永遠のポータルがもたらした光とエネルギーに追いつこうとしているからです。11月からは世界的なイベント、そう、トランプ大統領が大統領に就任する時ですによって劇的な変化を見ることになると思います。宗教や銀行、金融、教育、製薬、メディア産業など全体的な見直しが起きて全てが変わっていくでしょう。準備ができている人類が一定数に達するので、私たちや多くの遠隔投資者たちが見ているように、早ければ2027年にファーストコンタクトが起こります。現在は銀行の崩壊などにより、経済的な危機が高まっていて、ドルアケンの古い金融システムスイフトから、新しい金融システム QFS へと移ろうとしているところです。新しい通貨は、暫定的にデジタル暗号通貨となるでしょう。向こう数十年はそれが続くかもしれませんが、新しい地球への移行が完成するにつれ、お金を必要としなくなります。ゲサラによって、今、私たちの意識が作っている地球社会から銀河社会へと移っていきます。既存の職業は地球の波動に合わなくなり、5次元システムとリンクした新たな素晴らしい職業がたくさん生まれ始めるでしょう。5次元の直感につながるヒーラーやチャネラーが現れます。これから、数年間の結果と非常に強く結びつくのは近づいてきている米国大統領選挙です。タイムラインは常に変化していますが、現時点で私たちが垣間見た未来では、また前回と同じようなことを起こそうと仕掛けられようとしています。アジェンダの目的は郵便投票に持ち込むことです。そのシナリオが実行されれば、また混乱が生じていくことになるでしょう。しかし、その期間は以前よりもずっと短くなります。ここ4年間の騒動は操作されていたことを人々が受け入れようとしませんでしたから、トランプ大統領を救世主として認識することがとても大切です。彼は闇側に加担してはいません。一人のビジネスマンであり政治家です。私たちは自分の力を誰にも明け渡すべきではありません。すべてに対して
中立的な視点を持ちましょう。トランプ大統領は選挙で有利ですが、タイムラインは常に変化をしていきます。いろいろな可能性を含むので、さらに恐怖とコントロールのアジェンダが仕掛けられる場合もあるでしょう。2025年は問題だらけの年になります。ここでグッドニュースです。タイムラインは分離していて、時間の波長を通して自分の波動に基づいた現実を体験していくことになります。この地球に差し込まれた特定のタイムラインを自分が引き寄せていくということです。2025年に困難にぶつかる人もいれば、上昇するタイムラインで祝福やダンスをする人もいるでしょう。光のネットワークアットマーク海援隊プロジェクトは、来年自分たちのミッションに全力で取り組んでいくつもりです。グリッドの活性化や、インプラントの除去、ポータルとの接続古代遺跡を訪れて、人類の DNA の記憶を呼び起こすなど、いろいろとありますが、こういったことを、よた話だとは思わない人々が、どんどん増えてきています。世界全体が、疑問を投げかけるようになって、この大覚醒につながっています。そして、大覚醒の後に必ずやってくるのが混乱です。2025年は、完全なる社会的な崩壊と再生の年となるでしょう。銀行も政府も崩壊し、古い世界がやっと、一段落して、新しい、社会、新しい考え方や生き方をする人が現れてきます。すべては、人類を目覚めさせようとしているアライアンスや、天使たち、アセンデッドマスターたちの計画のもとで進められています。自分たちが、主権的な存在であり、他人に、自分の力を渡してはならないと気づいていくほどに、より、高次元の現実地上の楽園へと上昇していきます。意識を高次元に合わせていてください。2026年には完全に新しい社会構造が現れてきます。そして2026年の終わりから2027年の終わりにかけてファーストコンタクトがあるかもしれません。宇宙人が姿を見せる準備ができるというより、恐怖や分離の意識なく人類が受け入れる準備ができるからです。2027年以降は、ものすごい繁栄の時代となります。メドベッドによる若返りや癒しなどのテクノロジーが公開されます。そして、フリーエネルギーの解放によるゼロポイントエネルギー装置によって、石油の代わりとなるでしょう。人類は、もはや制限されることのない無限の喜びや、自由で平和な豊かさの繁栄の時代を迎えていきます。皆さんは、新しい地球のタイムラインに乗っているでしょうか？皆さんの考えやワクワクの声を聞かせてください。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。世界平和の祈り。世界人類が平和でありますように、日本が平和でありますように、私たちの天命が全うされますように。守護霊様、守護神様、ご異先生、ありがとうございます。さて、ここからは場所を変えます。場所、月へチェンジ。はい。月へ瞬間移動しました。所有の概念。ここで所有の概念についてお話しします。現代文明において所有の概念は大事なものです。これは私のもの、あれは誰々のもの、誰が所有してるかが大事なことなんですが、宇宙には所有の概念がないのです。それが象徴するものが土地であります。土地は
全部地球のものなのです。誰かが土地を焼き払って自分のものとしたり、ここは占領した私のものだと言い出した人がいて、そういう人がきっかけでこれは誰々の土地だということになって、それが連綿と何百年と続いてきたと思うんですが、実は縄文時代とか古い時代になると土地はみんなのものとなるんですね。もっと言うと子供もそうなのです。今はうちの子とかうちの子に限ってとかいう言葉があるのですが、よその子供には関心がないですが、少し前には、数十年前には、他人の子供でも注意したり叱ったりした人が当たり前にいたし、子供というのは次世代を担う次世代の人間だということで、血族と関係なくみんなの財産だという考えがありました。子供は子供でまとめて育てる、誰々の親など関係ない時代が結構長かったんですが、今は愛を注ぐのが非常に特定されてるのです。所有すると思うから特別扱いするわけで、誰のものでもないと思えば特定のものだけに愛を注ぐことはなくなっていくんです。ですから恋愛とか家族とか子供とか特別に扱うということが行われていますが、愛の感覚が高次元的になると、愛の方向が特別に向かなくなるので、そうすると特別扱いをする相手でも普通に接してしまうので、物足りなさを感じさせてしまうことがあります。ということで弊害があることはあるのですが、どこの誰どこの土地ということを関係なく愛を注げるようになればいいと思いました。真実は徐々に明らかになってきています。私たち日本人は粘り強く行動していきましょう。現在は混沌とした世の中になってきています。しかし決して諦めない、それが今この時です。日本から世界へ愛と光を灯していきましょう。コメント欄にもどんどんコメントをお願いします。それでは世界の平和と世界の安寧を願って、もしよければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。